こんにちは、ケイです。今日はですね、モンストでアシュラなんですけど、これはね、勝てたんで、ちょっとその当日録画して、録画じゃねえや、そのやりながら動画撮れなかったんで、画面だけ録画してね、やってみたんですよ。そしたら勝てたんですよ。で、今日はね、それをみんなに見てほしいなと思います。でも、やばい、ちょっと全然練習してないから、始まっちゃった、キャラクター紹介始まっちゃったけど上杉謙信と山竹とルシファーとフレンドさんがスサノオ、これでいきました。勝てたよ。いつやったんだけど、結構前やって、俺とは何がやったかなって、ボコボコにされてますけど、勝てましたね今回ね。うん、で、まあどんな感じだったかっていうのね、見てほしいなと。ただそれだけの今日は動画ですまあ最近ちょっとなかなかタイミングが、その撮りながらできなくて申し訳ないとか、別に申し訳ない、まあ申し訳ないですね。なんかリアルタイムで撮ったのね、音だけできないんですけど、まあどうしても今日は勝って嬉しかったから撮っとこう。で、なんかその僕がダラダラ喋った間に、もういろいろ進みますね。でここはね、あれでしょ、この左お兄さんたちを11ターンだっけ、9ターンだっけ、なんかさっさと倒さないとやばいらしいんで、とりあえずね、スサノオと山竹にバンバン当てまくって、この強いねレーザーで倒しまくりました。で、剣心もね、強いんですよ。これ強いよね、すげえ強いということで、ここをどんどん倒しまくって、これも多分スサノオ当てたのかな。で、バーンって倒す。これマジ強いなと思って、スサノオめっちゃ強くないですか。欲しい、また欲しいキャラが増えました、1人はい。で、ここはそう、4ターンだっけ、この右下に4ターン以内はこの中いたらやばいよってことだったんで、出ました。で、前やった時に誰、コメント欄で、アシュラは配置が結構大事ですよ、詳しく教えてもらった気がしたんで、そう、なんとか抜け出した。ここは多分ね、4ターン、ちょっと考えてると思うんだけどそう、4ターンのやり過ごしたの、なんかペアーってやつが来るね、こういうやつ、ペアーってやつこれが来るから4ターンやり過ごしましたね。うん、そうで、こうやって周りは倒せるよ時は倒して、ちょっと削る時削ってというのを繰り返してた気がします。この次のね、ペアーって来るのがね、うん、悩んでますね。そんな悩むところではなかったはずあーで、ちょっとルシファーやべえ、中入れたみたいな、危ないって言って危なかったんですよ。あ、危ない、そうそう、ギリギリでかわせたんだ、これ危ないねで、こっから8ターン以内か、あれ7ターン以内だっけ、忘れちゃった、一気に倒さないといけないから、とにかく多分攻撃しに行ったと思うんだけど、なんかどうだったかな、ルシファーはミスっちゃったんだけど、スサノオ狙いに行ったんだっけ、確か、そう、スサノオね、狙いに行ったんですよ、確か、あのレーザーが強いから、よしよしって言って、ただ左の海だからねまあ多分近いやつに近くで行きましたって、そうで、ここどうしようかなーって言って、これどうしたんだっけな、あ、これルシファーって言ったんだ、そう、なんで弱点狙いが分かった、なんでこっちだろうって言ってね全然食らってないっていうミスったなーって。これもね、確かそうそう、もうでも無重力バリアとかあんまできないから、普通にこれ死にたんすよってね、全然食らわないっていう、本当はこうバシバシバシってやればすごい大ダメージなんだけどね。ここはね、ここはこれも重力バリアが当たっちゃってるから、少し、あ、これ確かにミスったんだよ、そう、何も当たらないっていうマジでミスったよね、これ完全に無駄だったよ。で、これはスタンドダブル当たりだった、多分これ当たりに、よっしゃー、すげえ食らうなっつって、すげえなっつって、でもあと4ターンか3ターン2ターンしかない、あれどっちだっけ、3がやばいんでしたっけ、2がやばいんだっけ、この左下のちょっと忘れちゃったんですけど、そうそう、これでね、やべやべっつって焦ってたんですよ、これこれどうしたんだっけな、山竹狙いに行ったんだっけな、それとも直接だったんだ、山竹行きますね、でも上に、あ、でも右にもちょっと行ったかな、なんとかなったんですよ、これね。で、ここでやばいなーっつって、どうしたんだっけ、これ倒さないとやべえっつって、倒すんだけど、確かこれでね、ギリギリそう、スピードアップもあったの、ラッキー全然見えなくて、スピードアップが全員に当たって、あぶねーみたいな、ほっとしてた時ですねそうでと、ここはね、もう普通に確かやってた気がします。で、この確か真ん中のやつを早く倒してって確かあったんで、これ真ん中みたいな、この真ん中だったね、だからこれバンバン味方に当てて発動ね、
そっか、チク君ってすごい食らうんですよね、これね。すごいでもないか、すごい食らってる。ああ、結構食らうね、うん、そうそう、結構食らうんですよね。はいはいはい、とバシバシバシと。多分でもここはね、そんな大したことなかったですよ。もう普通にやって突破できました、確か。やべやべってことはなかったと思うんでね、これどうしようかなーって確かね、ちょっと分かんなくて、とりあえずそっちに行く。そう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 、でなんてなんかラッキーで顔結構倒したんです。でもこれまた次食らうのかな、ビャーってね。あ、でもそんなでもなかったね、うん、ちょうど水だから。でこれで倒した。ボスまだだっけ。結構ね、長かったんですよ。すごい戦ったの。17分とか8分、なんか戦った気がします。黙ってね、取れないからさ、ちょっと取れる環境じゃなかった。黙ってこうやって、こうやってやってました。そう。で、ここはね、これもどっか左下に最初行っちゃいけないんだって。だから右に逃げなきゃ逃げなきゃって逃げてたんですよ。そうそう。やばいやばいって言って、確か逃げてたんだよね。そうそうそう。これもね、どうしたんだっけな、縦にやったんだっけな、最初の中。そうそう、でもこれ、あれこれ大丈夫だったんだっけな。そう、そうそう、あ、ちょっとギリギリ OK だった。2人になってたくてね、スサノオとかに。で、危ない危ないっつって、危ない危ないっつって逃げてた。そうそうそう。ここはね、悩んだんだ。縦にしたんだっけな、横にしたんだっけな。縦だったかな、確か。ただ、行き過ぎた気もするんだよな、なんか。あー、平気だったんだ。そうそうそう、これでギリギリギリ。かわして、次だっけ4単語は。かまどこの次か、この次やべやべっつって、これはもうだから上を倒そうっつって、でスタノにも当たろうっつって、スタノにも当てたんだけど、このレーザーがさ、こいつらに行ったら全然攻撃食らわなくて、ないでね。そうで、意外とちょっと当たっちゃうっすね。次がね、右下だっけ右上だっけちょっと忘れちゃったんですけど、そのために多分攻撃を仕掛けなきゃいけないです。結局これスタンワークに多分意味なかった気がします。そうやる意味ねーっつってこれに行っちゃうからね、このなんていうの、あー、生瀬知ったなんていうか、それでここも結構やべやべやべってなってたんですよ。そう、かなりやべーっつって、でこれとりあえず右、確か右下、右下行っちゃいけないから左に逃げた、逃げましょうっつって、とりあえず逃げよう逃げようっつって全員こう避難してたけど、だったかな、確かに1人ぐらいならまあなんとかなるでしょうみたいな感じでね、結構悩んでるねすごい悩んでる。そう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 、いいね、いいよいいよ。そうそうそう、ちょっとダメージ与えてね、うん。でこの次だっけ、なんだっけ、でこれだともう1人しか逃げられんっつって、1人だけ逃げたんだよ確かな。そう、確かこのなんか微妙なラインで逃げたんだ。あ、やばい、ミスったミスった、やばいやばいやばいって戻って、そのぐらいからバーンってね、でいっと、でこれでなんとか出して、で一人だけ食らったんだけど、そう、でも意外とね、右、そう、右上だったんだ、だから意外とちょろちょろだけで助かったんですよ。でやばい、それぞれ倒そうっつって、これをね確か行ったら、あ、もう一回バーンって倒すんですよ。倒す倒す、バーンこれやっとボスかな、まだだっけボスなんか、やっとだよ、ここまで9分かかってるからねそうそうそう、できましたと。おお、確かここは上にいないといけないんでしたっけ、下だっけ、あれ上だったかな、確か上だった気がします。爆発すんだよね、うん。これどうしよう、すげえ悩んだもんね、これ。うわ、無理やんって、これ絶対でいけねえやんと思って、そう、あの人下行っちゃってもうこれは食らうしかない、こいつは一人食らいますみたいな。そうそうそう、やばいなーって、で移動も遅くなんでしょこれね、これもやばいなっつって逃げてんだけど、そギリギリこれでね、いや行けなかったけど、行けたんだっけ、あ、結局そう持ってきちゃったのこれダメだっつって、やべやべ、2人も下にいるよっつって、でこいつだけ避難したのかな、で2人は避難できなかったんですね確かねそうで、スピード遅いからまあこんぐらいかなっつって、どうだった、あーでギリ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 ちょっと戻ってきたんだよね。でこの次がやばいと、まあ、山さんはここで時間稼ぎをしてと、ここで時間稼ぎをしてドーン、まあでも2人でよかったね、そうなんだ、でこっから倒さなきゃいけないんだよね、で多分これそうそうそう、こいつに当たった時はとりあえず安心だよってことだから、バーンって出て、まあ、あいつ邪魔だったね、あいつねっけもうちょっとダメージだったね、そんなでもないんだよ、弱点
そう。で、これもね、山竹狙い行ったんだっけな、確か。レーザーが、そうそう。で、ラッキーでこっちに行ってね、結構ダメージ与えられたんだよ。ぐるぐるって回ってて。特にそっちは、もうラッキーだね。で、これは倒す。これで倒しに行った気がします。そう。で、これ倒して。で、次に行ったと。で、ここはね、ここは出すと、あれ？ここも、危ない。下にいたら、確かここがバー、確かここがバーだね、これね。だからこれね、逃げなきゃって上に。山田がちょっと上にいたら、これでダメだから絶対やってて、逃げたんですよ。そう、これがそう、これがすげえからね、バーって。で、これみんな必死で上、必死こいて逃げました。そう、あーなんとか二人は逃げれたなと。で、これはスタノどうだったんだっけな。そのやべえなんて感じだったんだけど。ここ逃げれたっけな。これ確か、あーでもいけたんだっけな、ちょっと忘れちゃった。はい、そう、あー出たんすよって出ちゃったんだこれ。あこれやべえっつって、これはやばいと。まあせめて一人だけにしようと思って、確かこれもねスピード遅くなってるから、これなんとかなりましたね、ギリギリね。いやもう一人モロで、あーやばい。ただね、右の2が当たらなかったから楽だけど、そうで、こっから一気に倒しに行こうかな。悩んでますね。まあこれからスピードが落ちてるから。だからあんまり、そんな弱点もないし。よいしょ。やべえな、これ。結構やばかったんだけどね。これはね、山竹を狙いつつの、まあしょうがない。これちょっとね、削りながら。やってて、これどうしたんだっけな。そう、これもうやばいなって。なんとかしなきゃっつって結局こっち行っちゃったね。あんまり食らわせることもできず。これは本当にやばいと思った。確かここでもう、ああここに履ける側だなって思ったんですよ。だから俺はね、ルシファー出つつスタノを狙いたんだけど、あ違うな、山竹だ。一番安全こっち。そうそう、あそうそう、これで意外とすげえ食らったな、これがね。やっぱ強えな、弱点当てれば結構食らわれます。で、そう、これで多分ね倒しきれんってなって、これはどうしたんだ、普通にまたガンガンやったんだっけな。しかもここでちょっとミスった気もするんだよな。やべえっつって結構ミスった気がするな。そう、ここ超考えてたんだ、確か。超でもないけど少し考えてますね。ルシファー当てに行ったんだっけな。そう、多分頭ガンガンでダメだなと思って当てたいけど、でもダメだったんですよ、ルシファーで。全然足りねえやと思って、うわーっつって危ねえってギリギリセーブ。これどうしたんだっけ、山竹とっさの狙いに行った気がします。そう、なんとかこれで2人に当てればなんとかなんじゃねえかっつって確か狙いに行って、出たかな。そう、よいしょって当たったらラッキーっつってこれ入れてたら分かる。あ、でもまあギリギリだったかな、ちょっとそこは分かんないですけど、ラッキーで山竹じゃなくてっさのにも当たったからね、なんとかなったんですよ。で、ここです。ここはね、左にいなきゃいけないですよね。だからみんな左に少しインしてたんだけど、しかもまたこいつだけ逃げれなかったのかな、どうだったっけな。そう、またこれもね中途半端にやっちゃったんですよね、確か。そうこれでね、またねこんな近いところに行くっていう、またやらかしたんだよ。で、これはもうやべえってなったのかな、確か。で、ここで確かねセソンを使ったの。そう、これは遅延確か3ターンですよね、遅らせてくれるから。逆にもここで使ってこの間に倒しきろうみたいな、そういう作戦に行ったんですよ。そう。でもこれガンガン倒そうっつって倒しに行ったんですよ。ほらっつって、おせえなっつって。ただこれもレーザーめっちゃ暗くて、すげえなやっぱり。そう、これでやってたんですよね。で、レシピはここ頭ガンガンやってみたいな。あと何ターン？まだあるのかな？そう、まだあるから。この3ターン、3ターンだけど4ターンだけに倒そうっつって、こうやってたんですよ、ね、今。そう。これどうしたんだっけな、山崎やってたんだっけ、それでも弱点を待ってたんだっけな。でも次倒さないとやばいってなって、これちょっと弱点を削りつつの山崎を当てたんだけど、そっちに行くっていう、まあまあでしょうねと。やった後に、あ、そっかみたいな。で、これでそう、ここで倒さないとやべえっつっても、確かにここで、だからここで倒さないとやばかったから倒したんだね。よいしょー、オッケーっつって、そう倒したんだよな。
そう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 。で、ラストか。最後はもう、必殺技。必殺らしい。これも確かだ、上に投げてるよね。でもね、もうこれどうしたんだっけな。これもだから、確か僕は使ったんだ。SS を。そう。で、際どかったんですよね、これ。危なかったんですよ。ここうまくいかないとさ、これ下ぶつかったら終わりだな、つって。そうそう、これも際どかったんですよね。そう、ギリギリいけたーっつって、ちょっとあんまり弱点まで届かなくて、そんなに暮らせられないっていう。そうそうそう。で、ルシファーも使ったんだよな。確かこれも使ったんだけど、使ってないわ。そう、スピードが落ちてるからやめたんだ。これが全開来たら次まで粘ろうっつって、使わなかったんです。で、そしたら下行っちゃって、やべえなーっつって。こういうこと使わなかった気がする。とにかく上に逃げようっつって、あとそしたらまた下に持ってきちゃってさ全然逃げれてねえと。そうで、これも確かちょっとだけでも見たら上に避難してという感じで逃げたんですよ。そう、あんまり食らないで、ここでやばいかなーつって、やばいやばいっつったけど、意外と大丈夫、意外とでもね、ギリギリだったの。もうやばいなっつって、で、こっからだよね。こっからどうしたんだっけな。とりあえずガン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 攻撃しなきゃっつってやったんですよね。よいしょ。ガンガン下攻撃しちゃうっていうの。そして下のやつも倒しきれないし、あ、やばいっつって、これ確かやばいなっつったんだよ。バーン。で、ギリーゼイド。で、ここで必殺ですね。とりあえず。エーゼンスを使うと。よいしょ。いけ。よいしょ。いかねない。なかなか。考えてますからね。どのくらいかなーっつってすごい考えてる。そう、ただね、いまいちだったんですよ。左みたいが当たったんだけどね、こっちがね、全然いけなくてね、もうね。そう、まあ、こんな感じで、ね、で、危ないと思ったけど攻撃来ないから、よし、ここで倒すしかねっつって、これ最後使って勝った気がします。わらわらわらやったぜーって勝ったんですよ。この食べたいやね、この戦いはね、長かったですよ。すごい、めちゃめちゃ戦った勝てましたね。でね、まだね、持ってなかったからね、欲しかったんだよね、確かね。そうで、出るかな出るかな、出ないっつってね出なかったですそこ欲しかったんだけどね、ゲットできなかったです。でも、まあ、いけるようになったんで、行きたいと思います、また来た時に。はい、そんな感じでした。やったね。なんかここ1週間早い、いっぱい来るみたいなんで、撮れる時やりたいと思います。はい、今日はそんな感じです。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。前タイプすごい、え、むずえ、これ超え、で俺らの時こうだったよね、高校生の時。そうっす。うわ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 、むずむずむず。